い、というわけで今日はね、金光っていうエリアに来ました。岡山県浅口市金光町です。ちょっと風が強いですけども、今日はね、ちょっと懐かしのね、エリアが残るスポットをね、歩いていこうかなと思います。懐かしのエリアが残ると聞いたので行ってみようかなと思います。現在地がここなん で今日行く場所なんですけど、このまずこうですね、この大谷、金光町大谷っていうこの商店街とか図書館とか、この金光橋の本部があるところのこのストリートがすごい、なんかアーケードということでちょっと行こうかなと思うんですけども、結構ね分かりにくいんですけどね。まずね、これ出て、駅を出て左手ですね。でこの金光橋本部って書いてるのが目印かもしれないですね。あの辺ですね、あの辺。この下ですかね。いいですね。これなんか文化財。はい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 、登録有形文化財ね。登録有形文化財ですね。これもうめちゃめちゃまた変わった感じの。でもこの辺はね、明治時代ぐらいからその発展してきているということで気になる場所でもあるんですけども、公園ですね。ちょっとなんか電車とか犬とかなんか写真がね、いろいろありますけど、で藤の花がもうすごいいい香りをね、すごいいい香りがします。やってきました、こちらですね。なんかね、提灯を、提灯があるんですけど、なんかあるんですかね。なんかいい雰囲気の建物がいっぱいありますけど、ちょっと気になるお店がね、おまんじゅう、金光橋のなんかおまんじゅうっていうかなんかありますよね。そうなんですよ。ああ、そうなんですか。金光橋のこの波が8つあるから八つ波線ですね。じゃあ、ありがとうございます。
はい、明日ね、これが名物という金光の、はい、なんかいろんなね仏具店がいろいろありますね。仏具店があって、まあお酒とか、まあでこっからアーケードね。うわね、こっからがもう金光橋に行けるっていうことなんですよね。はい、ホットコーヒーカフェショップ、ホットコーヒをね感じるおまんじゅうの看板ですね。はい、ちょっとねせっかくなんで行ってみようかなと思います。全く金光橋とは無縁なんですけどもね、まあ、せっかく来たんで行ってみようかなと思います。でかっ、でかいな、まあ、こんな感じになってるということですね。キャンプ施設あるんですね。キャンプ場、キャンプ場がこんなところに、でかっ。案内所でちょっと聞いてみようかな。はい、というわけで案内所聞いてきたんですけどね、キャンプ施設ってなんか行事で使うみたいですね、なんか金光橋ので、なんかまあ関係者にとなんかその一緒だったらまあいいというか、まあ確認みたいな感じですね。まあ、基本的にはまあその一般とかは使えないみたいな感じですね。でっかいな。はい、続いては、まだ違うとこに行ってみようかなと思います。うわ、なんかね残ってますね。もうねすごいですね、これその当時のまんまというかね、もうここだけなんかね、でももうすぐまっすぐ行ったらね2号線ですからね、もうはい、まあねこの建物も登録有形文化財。ねえ、これ鳥居が2つ。で、
こっち側にも神社が並んでますね。はい、これがね金剛饅頭でございます。これですね、ちょっといただきます。うん、中にあんが入ってます。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。金剛峡のね周辺でございますけど、まあ結構ね、あの昔ながらの建物が残ってますね。呉屋敷とかまあいろいろ残ってます。でもなんか結構ね街歩き的にはねすごいいいかなと思いますね。おまんじゅう屋さんあったりとか、まあ、いろんなね、鮮魚店さんとか、いろんなお店ちょこちょこあったんで、またね、興味ある方はぜひ行ってみてください。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。ありがとうございました。酒造メーカー。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。